優しくなったと思う。だから難しいのは駆動詞問題、テイクと一緒に作るやつと英作文、これめっちゃ出るって授業で何回も言いましたね。アバウトを置くことによって前置詞が足りないことを気づかせないっていうのは使われるテクニック、難しいよね、知らないでしょ多くの人は。そうで始まりました、もちゃちゃんです。さあ今回はですね、やってみるのは早稲田大学法学部の問題やってみましょうね。まあ皆さんのね興味があるものからやろうと思うので、長文は後からやろうと思いますね。長文大問1には優しめでした。まあ後ほど詳しく解説していきます。内容1がだいぶ優しめです。はい、あれでって思うかもしれないですが、あれでです。はい、でやっぱ知識問題が難しいんですよね。だから大門さんからね、その難しい知識問題を見ていきましょう。最初がもう出たよ、もうこのね大嫌いなパターン、駆動詞。今回ターンを使った駆動詞、熟語、イディオムみたいなやつを入れていかなきゃいけないやつですね。最初がターンpeople off ですね。まあ、うわ、やだっていう風に思わせちゃうやつですね。turn off ね。まあ、名詞とかでもね、結構日常生活で使うんですけど、めちゃむずいよ、こんなの。受験生によっては超大変。で、次の turn things around ですね。一変させるというか、なんかすごい変えるってやつね。これも日常生活では聞くけど、知ってるっていうね。いや、もうこれ捨てもんじゃねえのっていうような感じだったと思います。で、次が turn over new leaf ですね。まあ、これは、リーフ、葉っぱだから、over ってなんとなくできそうじゃない？こうなんか新規一転するみたいなね。できてほしいかなと思うね。そう、一回しか使えないんで、それぞれの選択肢ね。だから、できてほしいかなと思った。次は絶対できなきゃいけませんね。turn down invitations ですね。はい、招待っていうのを断る、turn down はできなきゃいけません。次の5番もそうですね。turned up ね、現れる。ね、show up の意味ですね。party って書いてあるから、これできなきゃいけない。で、次の as it turned out ですね。これめっちゃ出るって。授業で何回も言いましたね。はい、これはもう和製校の授業でも河合塾の授業でも何度も言った、なんか知らんがよく問われる、国立でもめちゃめちゃ出てくる、 turns out でも turned out でも出てきますね。で、次が turn against each other。 まあこれはまあ推測できるんじゃないですか、こう仲悪くなる、対立するってイメージありますよね、 against なんで。で、次は知らんでしょ、 turning early with a good book とかっていうね。この turn in ってなんだこれね、これ go to bed ってことですけど。続いて正誤問題です。さあできましたか。今年ねこれ簡単なんですよ。難しく感じた人もちろんいたと思うんですけど、これは優しめ。まあ6問あってうわおーって思ったかもしれないけど、いや優しかった。最初 All players in agreement that the main reason for the game was a disaster was っておかしいじゃん、これ was 2つあるのにさ、接続詞1個もないですから、だから the reason why とかに変えなきゃいけないでしょ。で、2番ですね。He felt good education needed to get into his line of work っていうのは明らかにおかしいですね、これね。だって、good education needed っておかしいじゃん。education was needed でしょ。good education が必要とされるからですね。この、能動体と受動体ってやつもおなじみですね。his line of work っていうのは職種のことですね。職種に入っていくのには、いい education が必要だと思ったってことです。次、3番ね。これ、ほら、faced with はよく出るやつですね。faced with this catastrophe ってやつですけど、この faced with はよく問われるから、押さえとけと。まあ、今回答えにはなってないですけど、いろいろ出てくるから気をつけなさいって言ったやつで、まあ、一応、contribute to ing でしょう。まあ、これ出たことあるんですよ、何度か。出題されたことあるんで、見たことある人だったら、OK だと思いますね。でも、ネイティブ聞くとね、contribute to stopping this situation も、変じゃない？そんな風に言えなくねって言ってた。4番、これはできなきゃいけない。We could have bought this about $10 っていうのは、これ、by 何々 for お金ですから、for about $10 ですね。こういう風にね、about を置くことによって、前置詞が足りないことを気づかせないっていうのは、使われるテクニックです。正誤問題であるんですよ。こういう問題。何度か出てます。C が、It made her so difficult to seek a promotion ですね。これめちゃくちゃよくあるパターンですね。difficult っていう単語ですね。難しい。だって O と C には手術の関係が成り立っちゃうから、だと C is difficult の関係になっちゃいますよ。そんなんダメですね。だからこれは、make it の形ですね。make it so difficult for her to seek a promotion っていう風に変えてやんなきゃいけない。このパターンは何度も出題されてますから見抜けないといけません。6番はありませんね。どこにも問題ありません。If necessary とかね、よく問われるよね。carry on 続けるとか。まあいろんなポイントがありますので、正解以外のところもきちんと押さえておきましょうね。
次の空所補充問題ですね。空所補充問題優しいです。これもできなきゃダメ。1問目、ask to see っていう風に書いてますから、人 to do の形とっていうので allow。これも絶対できなきゃダメ。で、次は for the first time in human history。もうこんなのしょっちゅう使われるフレーズじゃないですか。3番の 100 times the size も絶対できなきゃいけないですね。いわゆる倍数表現プラス the プラス単位ってやつです。まあこれね、難関大でよく問われます。で、月は単なる場所が近いでしょ。close to its parent star。だから全然むずくない。immune to とか prone to とかね、逆に知ってて引っかかんないでね。で、最後の問題が一番難しいかな。define everything ですね。ソーラーシステムについて私が知ってると思っていることを違うんだよっていう風に証明してくるっていうね。そう、defy っていうのはまあ、難しいよね。知らないでしょ、多くの人は。研究レベルかな。まあもちろん新聞雑誌読んでれば出てくるんですけどね。はい、次の並べ替え問題ですね。いや、今年は簡単な方ですよ。More than 200 million people。 まず、more than プラス数字っていうのめちゃくちゃよく出ます。Are dependent on the ocean for their livelihood っていう形で、ほら、これも言ってる高校でもこの間教えたばっかりですけど、depend on だけで覚えちゃダメ。depend on for ことの形で絶対覚えておきなさいっていうんですね。で、これは文脈でオーシャンに頼ってるですから、だから depend on the ocean for the livelihood ですね。逆は文脈上できないです。で、次は the reality is を知ってるからね。 the reality is that とかっていうフレーズを知ってりゃ簡単だけど、知らないと無理だよね。 the ocean is essential to human survival。 これはできなきゃダメですね。 essential to は何度も問われてますからね。で、英作文ですね。この英何を表してんのってね、すごい思った人も多かったし、これ白黒でよく見えないんだよね。この泣いてるかなんだかの人の女性の方のね、特にハサミが見えないんだよね。一本の花でわーって喜んでる人と、いくつも花があるけど喜んでない人っていうのね。で、元の写真を見に行ったんですよ。元の写真を見たら、タイトルがもうついてて、そう、幸せっていうのは、あなたが持っているものではなくて、そのものに対してどういう態度を取るか。まあ、ちなみに、まあ、いろんなものはできると思いますけどね。まあ、描写してこういうことだろうという、まあ、かつての東大みたいなね、解き方できるはずです。まあ、描写はできない人多いんですけどね。はい、続いて、長文問題に行ってみましょう。大問1の方ですね。もちろん難しい単語はボコボコ出てるんですけれども、簡単ですよ。なんかで面白かった。台湾がテーマで出てくるって面白いなと思ったけど。はい、最初、V 台湾が何なのかっていうね。はい。次がサンフラワームーブメントですね。これね、世界史やってる人とか常識で知ってる人からするとね、ふざけた選択肢めっちゃ多いですよ。そんなのありえねえだろみたいな。歴史的に全然時間がずれすぎだろみたいなとこいっぱいある。で、ウーバーに関することあったね。B 台湾プラットフォームで、こんな謎のウェブサイトでしたっけ。はい。BCCB はもう覚えてても解けんじゃないぐらいかな。で、大問2の正しくないものを4つ選ぶ。だからこれも常識で知っていれば結構選べちゃうよね。E 全然違うでしょ。もうさ、F のファーストプレゼンシャルエレクションがサンフラワームーブメントで起こったとか、なかなかすごいよね、これね。G もすごいよね。この謎のコミュニティがアラブの春に影響しちゃってね。ウーバーサービスはバンされてないですから。で、メインポイント。これは楽勝ですね。C をすぐに選べたと思います。で、難しいのは知識問題です、やっぱり。talking past は、これはもうイディオムは文脈でいくしかない。heavy handed も、そう、これも文脈で controlling を選ぶことはできる。で、troll、そうね。これも、ただ、agitators っていうね、こっちがむずいじゃんね。ああ、次の coalesce ね。はい、難しいよね。これもね、converge、はい、こうとこんね、二つ、ね。バージ流れが合体するところっていうことで、converge 知らないけど、converge はでも授業で説明したよね。diverge と converge 言った気がする。はい、だから知識が難しい。内容1は取れてほしい。二つ目、オリンピックでね、男性なのか女性なのかのテストってやつね。はい、ジェンダーテスティングってやつね。さ、このオリンピックネタでさ、すごい簡単だしさ、スポカの没問題みたいなね。スポカ今年ないから使っていいよっつったのかっていう感じなんですけど。いや、だいぶ簡単ですよ、この JKGDEH は。例年よりずっと悩まなかった。あっという間にできたって感じかな。引っ掛けもね、もう大したことない。今年は。で、正しいものを選ぶ。2の1のね。そう、このキャスターさんのやつは、D は、絶対できなきゃいけないでしょ。August 2009 と A few weeks previously って書いてあるから、どっちも2009年ですね。8月の何週間前は違う年には絶対ならないはずですから。だからまあ2つの情報を照らし合わせて答えを出すと。で、2と3はあんまりなんかさ、同じようなことじゃ言ってるのは。女性の方にも Y のあるみたいなね。同じことじゃんね。サマリーね、ちょっとね、まあ、引っ掛けはややこしいけど、まあ、E は選べるでしょう。なんか D とか強すぎだよね、意見が、こんなん。次、マージン、ギャップ、はい、これもね、めちゃめちゃ説明しました。これも、普段の和製法の授業でもやったでしょ、確かね、この、余白とかマージンっていうね。
ギャップですよこれ。でただそれを知らなくてもちゃんと文脈で by 4 seconds ってね、差の倍くっついて出てきてくれてますから後ろに、それで解ける。スペキュレーションは知らなきゃダメです、こんな基礎単語ですから。 guess work はできる。 culpable はむずいね、 guilty だけど、まあ非難に値するとかね、まあ、文脈でやってもちょっとむずいかな。次、発音はこれできなきゃですね。 complicated に対してあと全部いいですか。 the administrator characteristic とかね、 manipulated sophisticated ね。次が bureaucracy、 あの音ね。 compulsory が、あの音ですから。 conference、 consequences、 photography だから答えは B。 次が allegedly、 complexity、 exponential、 exponential ね、すごく指数関数的に。 immediately だから E の音で D。 mechanisms、 はい、 A ですね。だから A なのか E なのかね、簡単ですねということでした。だから知識問題は難しいけれど優しくなったと思う。だ難しいのは駆動詞問題、テイクと一緒につくやつと英作文、ここをきちんと取れれば差がつくかなっていう印象ですね。内容1は今年は落とせないね。そんな難しいよっていうかもしれないですけど、早稲田法学部の中では簡単な方です今年は。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.